Hey guys, I'm Tsuki. Welcome back to my new video. Today we are going to do a 5-minute foam roller routine for beauty legs. You can do this at home or in the gym with foam roller. So let's begin with me.の月です。今日は足痩せにおすすめの下半身中心に5箇所ほぐしていく内容を紹介していきます。まずは足裏からほぐしていきます。フォームローラーを踏んでコロコロ前後に動かしていきましょう。外側や内側角度を変えたり体重を乗せて強く踏むようにしながら足裏全体刺激を加えていきます。足裏が固まっていると全身の歪み、下半身の歪みにつながっていきます。土台を安定させるために硬い部分を緩めていきましょう。今度はふくらはぎです。片方の足フォームローラーに当ててお尻を浮かせ前後にコロコロ動かしてみましょう。足の角度を左右変えてみたりつま先の向きを変えながら外側や内側凝っている場所を探します。余裕があればさらに体重をかけます。反対の足をクロスするように乗せてお尻を浮かせて前後にコロコロ。最初はお尻を浮かせずに当てたままでも OK です。心地よい場所を探しながら当ててみてください。ふくらはぎをほぐすことで足のむくみや冷えの改善、足先に滞った全身の血流めくりを整えます。また足首の柔軟性もアップします。ヒールを履くことが多い方や歩く時間が長い方、ランニング、ウォーキングする方にもぜひやってほしい部分です。さらに余裕があれば両足一緒に当ててコロコロ前後に動きます。今度はもも裏です。同じように両足を乗せたら前後に動かして足の付け根から膝のあたりまで動かせる範囲でほぐしてみましょう。最後に膝の裏側、太ももとふくらはぎの筋肉の境目の部分です。ここをほぐしておくことで両方の筋肉がほぐれやすくなります。今度はすねに当ててみましょう。両膝を曲げた体勢で足を乗せて前後にコロコロ動かします。痛気持ちいいと思う範囲で動いてみてください。膝の向きを左右斜めに変えて体重移動しながら当てている部分を変えましょう。すねも無意識に張りやすい部分なので優しくほぐしていきましょう。次も張りやすいももの外側です。お尻と足の境目あたりにフォームローラーを当てて上の足は膝を立てて下の足の前側にセットします。そのまま横にコロコロ動かしてみましょう。まずは小さく、余裕があれば膝のあたりまで大きく、最初は太ももの真ん中あたりまで動かせれば OK。 さらに余裕があれば両足を揃えて足先浮かせながら大きく動いてみます。少し体幹を使いながら体重をより一層かけていきましょう。反対側も同様にお尻と足の境目にまずは乗せて上の足を立てたら大きく動きます。肘は立てたり手のひらマットに下ろしても OK。 上半身はやりやすい体勢で行っていきましょう。上の膝を曲げ伸ばしながら大きく動いてみます。余裕があれば足を揃えて呼吸は止めずに繰り返しましょう。普段O脚やガニ股など足の歪みがある方は外ももが張りやすいので優しくほぐすことで歪みの改善、そして腰痛の予防にもつながっていきます。
5つ目、最後はお尻です。サイドヒップ、両膝を立ててホームローラーに乗っかったら膝を軽く斜めに向けて前後にコロコロ動いてみます。お尻の外側に体重をかけるイメージです。普段座る姿勢が長い方もここはしっかりほぐしておきましょう。ちょうどお尻のくぼみができるところに当てます。腰痛や下半身の歪み改善、骨盤調整につなげていきます。さらに片方の足をももの上に乗せて、乗せている足の方に膝を倒し、もう一度前後にコロコロ動かします。乗せている方の足のもも裏やお尻が伸びてくるので、ストレッチした状態でさらにほぐします。反対側も同様に、まずは両膝を反対側に傾けて前後に動きます。さらに余裕があればかかとを膝の上に引っ掛けて、同じように体を倒し前後に動きます。お疲れ様でした。最後まで見ていただきありがとうございます。このルーティンを続けることで、普段の癖や歪みによって余計に使ってしまっている筋肉を緩めて、まっすぐ伸びた足を作ることができます。また下半身太りの改善やむくみの解消にもつながるので、ぜひ毎日続けてみてください。また次の動画でお会いしましょう。 Thank you for watching. I see you in my next for some more.